高架化工事中の様子。駅施設が仮設されていた花園駅は、京都府京都市右京区花園寺の内町にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅番号は、JRE06、佐賀野線の愛称区間に含まれている。1946年から数年の間、島津製作所から当駅までの引き込み路線が存在していたこともあり、 京都新聞2009年9月25日、長官、戦後当時の地図においてもその形跡が確認できる、島式ホーム一面二線を持つ、高架駅である。同時期に高架化された二条駅同様の特徴的な、上屋を持つ。2010年3月7日に、佐賀嵐山駅までの複線化が完成したことにより、分岐器や絶対信号機がない停留所となった。改札口は、地上、 ホームは2階。地上とホームはエレベーター、上りエスカレーター、そして2つの階段で連絡している。ホーム中央に待合室がある。駅舎への出入り口は北側の丸田町通りに面した駅前広場に設けられている。トイレは改札内の地上西側にあり、男女別、車椅子対応の推薦式。移行か利用可能駅。改札内に乗り越し生産機、スマート移行か。 クイックチャージ機が設置されている。亀岡駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。2019年度の1日平均乗車人員は3967人で、あり、京都盆地内の山陰本線の駅で最も少ない。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り、駅の北を丸田町通りが、東西に通る。 周辺は主に住宅地である。駅北側は、花園の地名の由来である、方根合院があり、さらに明神寺や並びが丘など緑が多い。また、仁那寺へも、少し距離はあるが、JR 線の駅では一番近い。最寄りのバス停は、花園駅前である。以下の路線が乗り入れており、京都市 A バス、京都バスにより運行されている。ありがとうございます。